それでは岩下選手に来ていただきました、はい、リーグ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、あの優勝を聞いた瞬間は。まあ本当ダメかなと思った後だったんで、まあほっとしたっていう感じですかね、はい。まず最初にあのリーグ優勝分かって抱きついた選手って誰だったんですか。いや全然覚えてないですね誰誰とかじゃなくて、まあ、その優勝決まるまで、まあ、僕らが終わってからちょっと時間あったんでちょっと分かんなかったんですけど、まあ、勝たなきゃいけない状況だと思ってましたし、まさか引き分けでね優勝できると思ってなかったんで、はい。そういう意味でも今年頑張って本当にあの運も味方につけて、もちろん選手の皆さんの頑張りもあって本当に素晴らしいシーズンですよね。まあ本当その力つけたと思いますし、その運もね引き寄せれるような状況にしなきゃね、そういうのもこっちに向かないと思いますし、まあそこは今年1年苦しい時期もありましたけど、こう乗り越えて来れたかなと思います。はい、岩下選手のご自身で今シーズン振り返ってみてどんなシーズンでしたか。いや本当に厳しいシーズンでもありましたし、 こんなにねなかなか勝てると思ってシーズン始めたつもりだったんで、なかなかうまくいかずに結果も出なかったんで、こうちょっと迷い気味だったかなっていう最初のうちは。ただまあ本当ブレずにやれたのが良かったかなと思います。あのワールドカップ中断明けからもう連勝もあるし、どんどん勝っていきました。その要因っていうのはどういうところだったんでしょうか。いやもう本当選手それぞれのこのクオリティとか、そのプレーのエリアとか、そのプレーできるこう力の能力を理解してきて、それをチームの戦術とすり合わせながらうまくそれがフィットしてきた部分かなと思います。今シーズンご自身を何かこう支えてくれたものって何ですか。まあ本当周りのねその守備の選手たちのサポートとかがなかったら、僕自身こういろんな波のある選手だと思ってますし、いい時もあれば悪い時もありますし、それに振り回されることなく、周りのそのサイドバックだったりボランチの選手たちとかキーパーがねよくカバーしてくれたかなと思います。はい、監督にリーグ優勝こう届けることができて改めてどうでしょうか。まあ本当なかなかねこういうチャンスもなくて、届けたくてもね届かないところでもあったので、まあ、すごく嬉しいなと思いますし、まあ、ただそのくらいのね力のある監督だと思って僕らはついていってますし、そう思ってこう信じてやってるわけなんで、こういう結果が出て本当に嬉しいなと思います。本当に今シーズン素晴らしい活躍でした。では最後にですね、あのサポーターさんに向けてカメラに向かってぜひあの勝利の報告をお願いします。はい、いやまあ本当サポーターの方々のサポートとか応援があって優勝することができたと思います。まあ本当いい時もありましたし悪い時もありましたが、まあブレずにたくさんの声援してもらったのは本当に心強かったですし、まあ、そういうのがやっぱ選手の力になるので、これからもどんどんチームを盛り上げていってほしいなと思います。はい、ありがとうございました。